ラインラインタウン、ラインタウンはラインアプリ内のスタンプに使われているオリジナルキャラクターを主人公とした2013年4月3日から2014年3月26日までテレビ東京系列で放送されたアニメ作品同キャラクターを用いた5分枠のショートアニメライン、オフラインサラリーマンとは別監督別制作会社であり各キャラクターの設定も異なるが 担当声優は同じである。LINE ウンでムーンコニーたちが繰り広げる、笑えて、時には泣けるドタバタコメディ。ショートアニメ版が大人向けなのに対し、こちらはファミリー向けに作られている。作中でのキャラクターの感情や表情などは、LINE スタンプで使用されているデザインを活用している。また、LINE のスタンプキャラクターのグッズは、ラインフレンズブランドで展開されるが、 本番組の放送期間中は、LINE ウンブランドでの展開も行われた。2014年4月7日から9月26日まで、オハスタ第2部スーパーライブ内で、傑作戦として、1話を2分強に、分割の上で5日かけて、再放送していた。サブタイトルの表記が、LINE フラインサラリーマンの時と異なり、ひらがな、または、カタカナの各表記に統一される。 2014年2月12日は、ソチオリンピック中継のため放送休止。は、おはスタ内で放送されたエピソード。なおすべて傑作戦で、全話ソフト化はされていない。ありがとうございます。